ランプマンっていうの、なんだかよう分からんけど、すごいものが来たぞ、ありがとうございます。めっちゃなんか背景が急に可愛くなった、ありがとうございます。突然だったから油断してたやつね、ちょっと初見すぎてびっくりしちゃった。赤いバラありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、 SK ホテルと高校1年生16歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、芋虫ポポポポポ、ありがとうございます。不思議な国ないですかな、まあ多分そうっぽいよね。雪じゃなくて金が降ればいいのにってそんなバカな赤いバラありがとうございます、ね、その色を着るのはモモタンかイワシかぐらい、あれね、多分じゃなくてそうですですよね。ハートありがとうございます。今日のイヤリングは卒業した同期のキャさんと一緒の、キャさんがあの卒業のタイミングでくれたイヤリングをしてます。これずっとお気に入りですいませんすいません、ちょっとちょっとお風呂入った後だから冷えてもらったもんでごめんなさいそう、キャさんがくれたのですすみません、紅茶ありがとうございます、バラありがとうございます。ね、湯冷めしないので紅茶ありがとうございます。紅茶ありがとうございます。ピオスさんが配信でももってめっちゃ真似してたよく真似されるんですよそれ。しかもなんかさ、まあなんかあんま似てないじゃん、さ似てないですよって言えるのになんか地味に似てるから何とも言えないよね赤いバラありがとうございます。風邪流行ってみたいなのに気をつけて、はい、ありがとう。みっちゃんの出演の手つなが終わって帰りの新幹線で見てるよのって、あらありがとう。どうだった、私のお友達のみっちゃんは可愛かったですか赤いバラありがとうございます、本当ありがとうございます。バラありがとうございます、ね、赤いバラありがとう。昨日のラジオどうでしたか昨日のみっちゃんとのラジオどうでしたか。個人あのね、みっちゃんとのラジオはその信号なんだっけ、なんか横断歩道で白いとこだけ、あ違う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 、それじゃないわ、なんだっけ、あ帰りまでが遠足だよって言いそうなメンバーみたいなのをラジオで答えて、みっちゃんとそれがね偶然かぶりまして、あいこぴょんさんっていうのが二人ともかぶりましたあとありがとう、それだけ仲良しですね、あいこぴょん大人気大人気大人気、紅茶ありがとうございます。穏やかなモータンと落ち着いたみっちゃんのコンビは最高でした、あありがとう、愉快なか、あれわかんないなハートありがとう。レモンの牛ありがとうございます。ね、なんか復帰後それが初めてのみっちゃんとのお仕事だったから、復帰後っていうの、ハートありがとうございます。3日連続来ちゃいました、え3日連続嬉しいです、ありがとうございます、ハートありがとうハートハートありがとうございます。久しぶりに行けましたので、久しぶりにありがとうございます。ああのさあのさ、みっちゃんと3じゃないやるといい、でももうなんか3じゃないよ、なんかね、ね時間的に出れないんだよね。あそう、朝さツイッターさあげれなかったの、なんかおはようのツイッターを返して、あの載せようとしたの書いてたから、おはようございます、
も一日頑張ろうねみたいなツイッターを載せようとしてたんですけど、ツイッターの不具合なのかな、でなんか載せれなくて、ずっと載せれなくなってて、でなんかトレンドのところにツイッターの不具合、なんかツイートできないみたいなのがトレンドになってて、あ、ももだけじゃないんだと思って、もう諦めた。だからもう今日はツイートできないかと思って、そう昨日の朝もエラーだったんですけど、そうバラありがとうございます。リプ送ろうとしたら送れなくて、朝調子悪かっただよね、朝調子悪かったよね、そうそうそう、そうなの、知らんかった、そうなの、こんばんは、こんばんは。新井由紀さんはどんな先輩ですか急に。新井さんはなんだろうな、チームは違うけどめちゃくちゃ優しくて、でなんかめっちゃ話しやすいし、なんかすごい話しかけてくれるし、あとはなんかプロレスを見てるとめっちゃかっこいいなって思う、なんか何でもできる、なんかね、すごいなって憧れる先輩です。急だなね、急にね。あとありがとう。おしりんさんはどんな先輩ですか。おしりんさんはなんか桃的にあのお友達になりたい、そう先輩ランキング上位、すごいなんか絶対にね面白いしね、面白いっていうか、なかなかあの一緒になる機会がないんですけど、なんかあのもっともっと仲良くなりたいなって思ってます、いつも見るたんびに。あとありがとうございます。あ、すごいすごいすごい、みんなみんな、なになに、すごいすごい、何今日メンバー紹介みたいな感じ。ハートありがとう、たくさんめちゃくちゃハートたくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。エゴさんは可愛いですか。とっても可愛いです。ミキちゃんはどんな後輩ですか。ミキちゃんって伊藤ミキちゃん、ミキちゃんはね、なんか後輩なのになんかダンスも喋りもなんか何でもできすぎてすごいなって思ってね。あ、すごい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 、みんな北野ルカさんは、あ、なんかグラビアとっても綺麗でした。井上ルカちゃんはどんな先輩ですか。超親しみやすいね。ハートありがとう。杉山奈ちゃんはお友達。ハートありがとう。もう全部メンバーできそうな。ね、ハートハート、ありたくさんありがとうございます。ね、メンテルの上坂の、あ、上坂さんはいつもインスタにいいねくれます。とっても嬉しいです。赤いバラありがとうございます。モータンってどんな子、それをみんなが一番知ってると思うよ。いいねしてくれる、そうだよ、インスタ毎回絶対いいねしてくださるよ、めちゃくちゃ嬉しい、ずっと本当に。しかもなんか上坂さんは あのメーテレの番組のアナウンサーさんなんですけど、ボンバーアイの時にご一緒させていただいて、でなんかなんだっけ、あの須田さんの写真、卒業の時になんかももがさ、なんか須田さんとの思い出を全部ストーリーに載せてた時あったじゃん、その時になんかそれ載せ終わった後になんかインスタの DM でパチパチパチみたいなスタンプを送ってきてくださいました。ありがとうございます。ももちゃんって結婚できるって何、急に、わかんないよ、まだ高校生だもん。ねえ、赤いバラありがとうございます。ありがとう。そう、優しいだよね。とっても優しい。
あとありがとう。赤いバラありがとうございます。ゴリもうもがかりやだ。あれあれれれれ、ハートたくさんありがとう。ほいほいね、ブスケリポテトファミリーの日替わりクイズ、今日モータンクイズだったよ。あ、私は誰、なんか私のクイズみたいですね。名古屋のラーメン祭りが来ましたか。え、なんかメンバーがさ行っててさ、先輩とかが行っててめっちゃ羨ましいなと思って写真を見たんだけど行けてないね。ネギ抜きラーメン部作りませんか。賛成ね。宮丸さんが言ってたねって、本物さんも言ってたよね。で菅原さんも言ってたよね。なんかとっても羨ましかったです。もう行きたい。しかもさ、寒い中のさ外で食べるラーメンなんて最高じゃないね。バラありがとうございます。ね、さきさんも言ってたんだ。そうなんだ。いいな、めっちゃ行きたいと思ってるんだよね。それってさ、いつやってるのね。バラのチョコレートかかったのありがとうございます。ハートありがとうございます。ね、ちかこさんも、いいな、もうすぐ終わるの。え、いつ、最後の日はいつ。え、毎日やってるのそれって。ハートありがとうそろそろ終わり。日曜日まで。へ、そうなの、無理だ。じゃあ明日は学校です。平日は学校だ。で、明日は学校でしょ。でその次の日がムーマルさんの生誕祭公演です。学校帰りに行けばワンチャンハートありがとうございます。アムールドショコラは、ああ行ってみたいと思うけど、なんか人がさ多すぎてなんか入る気がやめちゃう。なんか多いからいいやと思ってね。学校休んでいけばな学校休んで何、理由ラーメン食べに行きますって。無理ー、とこさんありがとうね、あかりに甘えてる姿可愛かったです。ん、みかぜん TV 見た、もしかして。ありがとうそれではテラップ出します。じゃーん、1340日ありがとうございます。もう今日財布忘れましたイエーイおう、お財布を忘れた、まあ、そのままなんですけど、その今日行く時、学校行く時になんか車、駅まではパパに車で送っててもらってるんですけど、車の中でなんか荷物を、カバンの荷物をね見返してたんですけど、あれと思って、ちょっと待って、お財布がないぞってなって、でだよ、でママに電話して、もしかしてお家にお財布ってあったりするって言ったら、まあ、ってありまして、家にだからお財布を忘れたので、でもね、車の中で気づけたので、パパに2000円だけもらって、カバンのポケットに入れて出かけました案の定やで、ね、それだ、ごめんなさい、案の定じゃないよね、案の定だよね、うまへんすいませんすいません、とっても恥ずかしい間違いをしたよね、もしかしたら今もらったん
書いて、まあ、借りて。もらったの借りたの、いや返しますちゃんと。千なんかあのお昼に購買で買っちゃったから購買でなんかハイチュウ買っちゃったんで2000円もらったか1000、あでもあレッスン場行く時にブリトーも買っちゃったからハムチーズのブリトーを今日おやつの時間に食べたのでハムチーズのブリトーも買っちゃったから1340日ありがとうございます。しっかり使ってるってでしょ、配置ぐらい我慢して、でもブリトも買っちゃったもん、ね、ちゃんと食べてきた。もちろん温めてもらいましたよ。でハムチーズなんてね、チーズをさ、チーズあった、え、ね、あれだよね、もうクワトロフォロマッチみたいに食べてみたいの言えてた？クワトロフォロマッチの味のブリトーを食べてみたいんだよね。あの今ね東海3県の方はね、あの SK ホテルとセブンイレブンさんのねブリトーがコラボしてて、ブリトーを買っていただくと東海3県の方は応募してサインとかねいろいろ当たったりするので、ぜひ東海3県の方は、もう残り本当に1週間切って、もう本当に数日なので、ぜひ最後の最後までブリトーを食べ尽くしてくださいバラの絵の具かかったみたいな、ありがとうございます。メール来ました。あ、おやすみメール、席替えがあるんだね。あ、そうなの。今日なんかあみだくじみたいのに名前書いてきて、あ、学校ね、学校でなんか明日席替えがあるらしいの。仲いいお友達と近くの席になれるといいなね。明日の朝かなんかに発表なんだって。なるべく後ろ希望で後ろなら後ろのだけいいから本当になんかあの前だけはご勘弁って感じ。本当にね、本当にあの本当に別にもう最悪なんかもうね、なんていうの、なんかもうとりあえず後ろだったらいいね。バラありがとうございます。で、いや一番前こいって、いや無理、センター嫌なのって。 SK48 の中のあの曲の SK のセンターはいいんですけど、あの学校の席のセンターはちょっと遠慮しちゃうかもちょっといいかもな、ね、意外と前のが目立たないです。いや公園ならね最先端がいいよね。わかるよわかるよ、堂々席はな、劇場のやつ何列がいいかな、ね、ABCDEFGHIJK、 J 列がいい先生からバックレースもらわないと。いや、先生からなるべくレッスンをもらわないように頑張ってるんだから日々日々先生からレッスンもらわないように頑張ってるのにね。ね、なぜとは言わんけど、どこにいても目立ちそう。そんなことないよね、ハートありがとう。手あげたりするってまれに ね、最近J列が多くて悲しい。そんなね、まあ確かに最善のが嬉しいけど、もうはねどれだけ後ろでも劇場とかね、あの目がいいのでね、ファンの方は見にくくて、もうももはちゃんと見てますのでね、ももちゃんと見えてるよ、ありがとうね。それでは
立ち見の経験してみて。でも立ち見もなんか楽しそうだよ、なんか一緒に踊ってたりするからさね。それではじゃあ今日の企画に参りたいと思います。各ブサイク配信イエーイ、なんでなんやねんって思ったそこのあなた、わかりますよ、なんやねんって感じだよね。付箋剥がしをやっていきたいと思うんですけど、あのどういうことだよね。なんかこうやって付箋を顔に貼ります。でこの付箋を頑張って顔から剥がす。そう、手を使わず、こういう感じだから、まあ、いろんなね表情筋が鍛えられるということで、いろんな顔をするので、ブサイクのね配信だと思いますので、あのもう最初からハードル下げておこうと。なので、付箋剥がしかっこブサイク配信です。よろしくお願いします。息はダメじゃない、え、息がいいんだよ、じゃなきゃ取れないよ。それでは付箋もますます須田さんに似てきた。本当10個くらいね、軽く。顔にさ、付箋って10個も貼れるんかな。ダイソーのは剥がしにくいよ。え、もうダイソーのなんだけど。ちょっとなんか色合い大切だよ。猫みたいにすれば可愛いよね。あれ違った。何枚落ちるか予想してもの顔から、何枚この付箋を落とすことができるか。あ、可愛いじゃん別に。なんかにゃん猫的な。やん。1,2,3,4,5,6,7,8。あ、これ授業中に考えた。10枚貼りたい。授業中になんか手に風船を、違う手に付箋。手に付箋を貼ってて、いやこれ顔にくっつけて剥がせるんじゃないって思って。どうもちゃんと勉強してください。あ、落ちちゃったじゃん、そんなこと言うから先生この子最善にしてください。やめて、今笑わせないで、ちょっとおーおーあーこれだ、付箋剥がし、付箋剥がし開始。あ、一枚落ちた。は
小指と小指をいや落ちないやないかから教えてみたい。違う違う、左のほっぺが落ちそう。歌ったらさ取れそうじゃない？ね、絶対歌ったらさ取れるよね。口を大きく開けて歌ったら。手はダメ、すいません。じゃあ何ね。白いご飯の上に唐揚げを乗せて、わずかな量のおかずでも手ぶわくいひだす。落ちないじゃん。懐かしい友よ、腹の脂肪震わせ、自由に生きるデブよ、マヨネーズを持ち歩く、100キロ超えたらデブで、それまではガリガリ。もっと大きくか。この広い大皿に夢を盛り付け、今別れの時甘口でし、しを、あ、なんだっけ、はずむ腹の脂肪、膝が死んじゃう、この広い、この広い大空に、今別れの時甘口で、辛口で。落ちないじゃん。プレシャスやったら落ちるか。わーわーわー、見たこともない。今の時間返して。わーいいじゃん。確かに見たことない。フグが当たった。確かに今ねもう思った。どうやったら落ちる。違う違う。
少し何か歌歌ったら絶対取れるね。ラーラーラー、虹が虹が空にかか、あ、トランプだ、あ、フチズフチズ、あ、なくなっちゃった。じゃあ今日はもうこれでお歌を歌いたいと思います。これでカラオケやって落ちるかカラオケして落ちるかなっていうのをやっていきたいと思います。なので今日はもうちょっとね早めですがお歌を歌いたいと思います。ワンチャンこれでお歌を歌ったら落ちる説ないと、ね、あ、トランプのギフトありがとうございます。ハートありがとう。それではお歌います。落ちは風船、風船を落とすこと。奇跡は間に合わない、奇跡は間に合わないだろうにします。それでは聞いてください。平野もなぜ奇跡は間に合わない、なるべくね激しく。「君を待っていたって」
1個しか落ちなかったということで、これにて、付箋剥がし以上になりますはい、チーズアーカイバルありがとうございます。レインボーの星ありがとう。ミラーボールありがとうございます。バラありがとう。ハートありがとうございます。じゃあ1回だけでいいから、あのフラストレーションの首回すやつだけやってみていい？あれだったらね、絶対に落ちると思うのね。あれだったら絶対に落ちると思う。桃的にね。いくよ。サバカになれ、せーの、落ちないただ髪が崩れただけだった。落ちんやん。落ちない、強って。それな、なんか前髪もなんか斜めみたいなやつだし斜め分け、初期の髪型みたい。はい、OK。もうなんか見慣れて、だんだん付箋付きにも慣れてきた。あ、本当？じゃあ、それでは、ちょっと取れるようにしとこう。いや、落ちな。もう見慣れました？ちょっとまだ早いかも、見慣れるのそしたら、あとちょっとで剥がれる。来た。もうこっちはもう普通の顔やで。もうあとこっち、なんかこっちがね、頑丈こっちもほぼ落ちた。左の表情筋のが弱いとかある？ももたん、ももたん、よろしく。それでは次器用だな。何気に器用って本当ありがとう器用じゃないって本当ありがとう。では次の音を探してます。私の名、あなたの名前は何ですか？ももたんです。ももたん それでは聞いてください。平野ももたでスクラップ&ビルド。
落ちな落ちなーい。この付箋のね曲がり具合じわり。バラありがとうございます。イネありがとうございます。ハートありがとう。カイありがとうございます。結果これは何枚落ちたんだ。 1,2,3,4 4枚余ってるでしょ。6枚落ちたんだ。1,2,3,4,5 6枚落ちたんだ。ミラボールありがとうございます。コン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 、マニキネコ6番ありがとうございます。はい。じゃあ付箋貼ってるとかゆいね、鼻のとこがかわいい。明日もお仕事です。明日も明日も学校ですね。息で落ちそうで落ちない。そうなんだよね。あ、違う。顔どうしたの？なんか気づいたらこうなってた。ね、ポニーテールやらしたかった。今日ね、でもね、ポニーテールっていうポニーテールの位置じゃないんだよね。いけるかな？号泣したらふやけるかも。でもなんかそんな何もかんね、何もなんか感動することも悲しいこともなんかないのに、なんか演技で泣けない演技で泣けないかも。あ、でもママのね、あの国語のノートこんぐらい付箋ついてるなんか前先生に出したんだから、なんかプリントが1枚足りませんとか、なんかノートのここの字が書いてないですとか、なんかねこんぐらい付箋貼ってあるママのノート、うん、なんか先生に貼られた明日は相当寒いんだ。じゃあコートとマフラーと手袋も必要？いっぱい必要だね。あ、なんかピノキオになった気分。それではじゃあそろそろランキングを読んでいきたいと思います。名古屋は雨だ。でもね、雪の方のねところもいるみたいだから、滑らないように気をつけてね。それではランキングあります。13位あれ13位の、うん、スターバックスコーヒーのところにうさちゃんがくっついてる方、ありがとうございます。あ、お仕事終わった。お疲れ様です。今日も一日お疲れ様。よく頑張りました12位のぴょんちゃんが野球してる方、かきーんホームラン、ありがとうございます。何しとん、なんか付箋剥がし11位で剥がれなかった付箋たち。11位のメロンソーダの中に白熊ちゃんが入っちゃった方、ありがとうございます。芋虫ありがとう。ハートありがとう。初見さん、 SK ホテルとチーム S の高校1年生16歳の平野桃奈です。来てくれてありがとうございます。
10位のカニさんの方、ありがとうございます。9位のよカブタの方、ありがとうございます。これみんなもやってみて、やってみたらモモのこの付箋の落ちなさがどれだけ大変かわかるから、ぜひ付箋のなんか付箋いっぱい買っちゃって困ってる方とか、ぜひやってみてください。おすすめですよ。一人の暇つぶしだったり、なんか何かストレスが溜まってる時に何も考えずにただ付箋を落とすことだけに集中することができるから、ストレス発散にもなると思います。逆にストレスが溜まる場合もあります。8位の猫ちゃんの方、ありがとうございます。ラッキーセブンの白米の方、白米の内股のアバターの方可愛いんだけど、ありがとうございます。でも顔のストレッチにもなるよ。だって表情筋鍛える顔のストレッチにもなるでしょ、ね、白いご飯の上でっていうのを聞いたんです。がーありがとうございます。そういうことね。6位のプリンの方、ありがとうございます。5位のペンギンさんが、スイカ食べてる方、ありがとうございます。4位の生まれたの方、ありがとうございます。どういう状況ですか。あ、なんか付箋剥がしで剥がれなかった風船が顔についてます。あ、イエーイ剥がれなくて逆にストレス。確かし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 、4位の生まれたの方、ありがとうございます。帰宅中ありがとうね。3位のピーマン、ありがとうございます。2位の大阪のおばちゃんです、もじゃもじゃもじゃって方、ありがとうございます。それでは今日の1位、付箋が似合うアイドルですが、それ褒めてる？ありがとうブリトー出た、ありがとうブリトー、ありがとうブリトーか。それでは行きまーす。ポンポンポーン、ジャグ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 ジャン。キャナチはのトップ10のアブトの方、ありがとうございます。それではいきまーす。これから付箋アイドル目指して頑張ります。それではいきます。せーの、 LOVE のトップ10の方、ありがとうございます。ありがとうございます。それではいきまーす。せーの、ありがとうございます。はい、ということで私もギフトもありがとうございます。付箋ガール、ありがとう、ありがとう。別のモードを目指してください。そう？そうかいな。今日から付箋アイドル、モモタン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 。はい、今日もありがとう、今日もありがとう。明日そのまま学校行ってください。まあ、寝る間に取れちゃうよね寝る間に取れなかったらこのまま行ってやらんこともないけどねえ、ママに見せてね。ダダダダダじゃあ写真撮った、かった、み
みんなポーズしていくよ。はい、チーズ。もう一回。はい、チーズ。オッケー、いい感じ。ありがとうございます。グーグー、ありがとうございます。付箋ガールやるな、それほどでも。うちらがポーズしてどないすんねんって。いや、写真ね、漏れようと、あ、外れた。これって今って自然に外れてるね。外れた。自然に落ちた。ありがとう。お花の一番ね、なんか右左にしか入れません。ということで、星もギフトもありがとうございます。6538人の方、すごい、たくさんの方見てくれてありがとうございます。明日の配信は夜21時からです。今日と同じです。ぜひ明日の配信も見てください。それでは耳にしたいと思います。明日は1週間ラスト1日、お仕事、学校、お互い頑張りましょう。それでは耳にしたいと思います。左手出して、右手出して、せーの、耳、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。